ファン・イムホーフ・ファン・イムホフ号事件とは、第二次世界大戦中の1942年1月に、オランダ貨物船、ファン・イムホーフが、インド洋上で日本軍に撃沈された際、同船で護送中のドイツ民間人多数が死亡した事件である。オランダ軍の指示により、オランダ側はドイツ人遭難者の救助を意図的に行わず見殺しにした。 第二次世界大戦前期の1940年5月、ドイツ軍がオランダに侵攻すると、オランダ領東、インドに在住のドイツ人は、オランダの植民地政府当局によって、全員が抑留された。ドイツ人は収容所に集められて、厳しい処遇を受けた。1941年12月に、日本が参戦して、太平洋戦争が勃発すると、オランダ植民地政府は、 日本軍の進攻によって、ドイツ人が解放されるのを阻止するため、抑留者をイギリス勢力圏へと移送することを決めた。オランダ当局は、船でイギリス領インドなどへと抑留者の移送を開始した。日本軍の来院作戦の進展に伴い、護送用船舶が撃沈される、危険性も高まってきたが、オランダ軍は輸送の強行を命じた。護送用船舶の設備は、 不十分なものであった。オランダ当局は大量の人員輸送に適した客船などを十分に用意することはできなかった。例えば本県で使用された KMP 社のファン・イムホフは小型の貨物船でドイツ人たちは中間パンや五間パンを有刺鉄線で仕切った狭い区画に2から30人に分けて押し込まれた。救命設備も不足し、救命同意だけは 全員に配布されたものの、ボートやイカダは収容能力が小さかった。ドイツ人たちは日本軍の攻撃を避けるために、抑留者移送中である旨の識別標識を船に施すよう希望したが、オランダ当局は拒絶した。1942年1月、ファン・イムホフはスマトラ島シボルガからイギリス領セロ論島のコロンボへと出航した。乗船者はオランダ人。 上院48人と、オランダ軍警備兵62人、ドイツ人抑留者478人の計588人だった。同船には救命ボートが300人分ほどしかなかったため、船長は軍当局に対して問題があると警告を行ったが、速やかに出港するよう命じられた。また、オランダ当局は仮に遭難した場合には、ドイツ人は救助しないことも指示していた。 1>, 1月19日刻シボルガ西方110海路付近の洋上で、ファン・イムホフは日本軍機の攻撃を受けた。日本機は爆弾5発を投下し、機銃装車を行った。内爆弾1発が命中し、航行不能となったファン・イムホフはゆっくりと沈み始めた。オランダ人乗員と兵士は救命ボート6隻の内5隻を下ろし、 ドイツ人抑留者を後に残したまま全員が船を脱出した。あと一隻の救命ボートはうまく降ろすことができなかったので諦められた。ドイツ人たちはオランダ人たちが対戦した後に自力で脱出を試みた。2時間後に船が沈没するまでに何とか海面に降ろすことができた救命ボート一隻と作業用の小型ボート一隻、イカダ6隻で 計201人が船を離れた。他の277人は溺死した。イカダのうち4隻も翌朝までには沈んでしまった。ファンウィムホフの遭難を知ったオランダ当局は救助隊を派遣した。ただし、オランダ海軍はドイツ人は見殺しにするよう救助隊に指示した。ドイツ人が救助船に乗ろうとした時には武力によって阻止、すべしという秘密命令も出されていた。 1> 翌1月20日午前には、オランダ海軍のカタリナ飛行艇が、漂流者を発見し、オランダ船、ベロンガンが救助に駆けつけた。しかし、ベロンガンは、漂流者がドイツ人であることに気づくと救助作業を止め、一人も収容せずに引き返した。その後、ドイツ人遭難者のうちイカダに乗った者はすべて、行方不明となり、ボートに乗った者だけが1月23日に、 ニアス島へと漂着した。生存者は66人で、再びオランダ植民地政府によって拘束された。事件はオランダ政府と軍によって隠蔽された。戦後の1953年、ドイツ人生存者たちは、ファン・イムホフの船長を殺人罪でオランダ検察へと告訴した。2年後、オランダ法務省は、調査を上級裁判所検事長に命じたが、 その翌年に不起訴とされた。不起訴理由は、戦時下としては可能な限りの救命活動がされたというものであった。1964年、事件を題材としたテレビドキュメンタリー番組が制作されたが、検閲により放送できなかった。しかし、担当記者が調査結果をオランダの新聞、ヘッド・パロール紙で発表したことから、ドイツでもデア・シュピーゲル氏で取り上げられ、 事件はようやく広く知られるようになり、両国で大きな反響を呼んだ。以後、オランダの歴史家や政府によって調査が行われた。1984年にオランダ国立戦争記録研究所が交換した記録では、本事件はオランダ史における汚点と評されている。ありがとうございます。